マンション鬼ごっこ、マンション鬼ごっことかやったら面白そうみたいな、なんかそんな感じのコメントを来てたんですよ。はいはい。あの、私が思うマンション鬼ごっこを作ったんで、それやりたいと思います。ということで、今後ろ向いていただいたら、こういう感じで部屋があるじゃないですか。このマンションの中で、鬼ごっこをしてもらうんですが、鬼2人、逃亡者1人、はい、はい、でやります。屋上まで脱出できたら逃亡者の勝ち。なるほど。で、それを阻止できたら鬼の勝ち。という風なルールです、はい、でこれあのターン制のバトルなんで基本的に1ターンで1部屋しか移動できません、うん、なるほどね。そういうことですね、はい、そういうことね、はい、ダッシュで登れば勝ちやんと思ったら、はい、違います。ターン制バトルなんで1ターンで1部屋しか動けないです。なるほど、はい、それは面白いですね、はい、うん、逃亡者からは鬼の位置が見えるようにします。鬼2人からは逃亡者の位置が見えない設定のままでやります、はいはい、逃亡者は1回だけあの自分のターン開始前に宣言したら、2部屋移動のスキルが使えます。なるほど。で鬼は、鬼2人いるんですけど、どちらか1人だけ宣言した人の終了時点でその人だけ、ネームタグを一度表示にすることができます、まあ、つまりあどこ、はい、その逃亡者の位置がサーチできます1回だけ。なるほどね、なるほど、はい、だいたい分かりましたかね。わかりました、はい、じゃあ降りてきてもらって、逃亡者誰にします最初。一応僕ね、警察の設定なんで、僕は逃亡者まだできない。設定が警察なんですかも。はい、警察の設定なんで、はい、逃亡者っぽいスキンのしんべヱさん。そうあ、もう犯罪、鬼とかじゃなくて、うん、こっちがむしろ正しい側なんですか、警察。そうです。あ、そうです。ですね、僕らが、はい。で、こっちがもう犯罪者側なんですね。鬼には、はい、こちらの鬼というか警察には警棒を渡しますんで、犯罪者と同じ部屋に行けたらその犯罪者をもう、縛いて大丈夫です。はい、縛きます。はい、わかりました。縛きます。でですね、じゃあ鬼はまず先に、配置を、すみません、2段目より上、3段目から上で2人決めてください。でちょっとじゃあ2人後ろ向いておいてもらっていいですか。はい、はい、そうかそうか。しんべさん場所を決めて、さあしんべさん部屋を決めましょう。ここでお願いします。そこですね。じゃあ、鬼と、鬼というか、警察と犯罪者かの位置が決まりましたんで、はい、もう前向いていいですか。あ、前向いていいですよ。じゃあ1点目逃亡者からで、鬼の人はどっちが先か決めといてください、順番。はい、はい、はい。じゃあ、逃亡者しんべえさん、はい、あの、私カメラの動きでバレないようになるべくするんであお願いします、はい、では、はい、どうぞ。はい、あ、落とした、なんか音するんだ。落としました。ああ、西川さん何回でしたお、はい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 、はい、ちょっと待ってね。なるほどね。今ね、2回扉開いたんだよね。今俺4階ぐらいにいるよ。俺ね、下に降りるわ。ほう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 。そのまま下に。うん、はい、わかりました、はい、はい。そしてバニちゃんどうぞ。西川さんさ、うん、向かって左か右か教えてもらって、うん、森曽さんの方を見て右側から聞こえたね。森曽さんの方を向いて右側。じゃあ、右に行きます。さあ次しんべえさんですね。いやまだつスキル使いたいですか。はい、しんべえさん移動しました。あ、俺全然聞こえんやった、うん、扉しか開いてないわ。さあ、ね、西川さん、俺こうするか。俺動くよ、バニちゃん。はい、わかりました。扉しか開いてないってことはさ、その階移動してないでしょ。うん、してない可能性があるわ。はい。はい。うわ。さあ。登りました、登りました。登ったね。登りながら階段上げたぞ。登りながら階段上げた。階段上げた。ごめんごめん。登りながらドアを開けてフェイクしてるわ。おお、登り、ドアフェイク。多分ね、ここね、もう一個右だわ。はいはいはい。あれ、いない。あんまり下とか見らん。いやだから、ようにお願いします。すいません。あ、わかりました。下にまだいるんじゃないですか、西川さんより。かもしれん。うんうんうん。はいはいはい。バニちゃん、俺の左側にいるわ。俺一番右に来た。はい。はい、移動しました。ちょっと待て。待て待て待て。近い。近いっすか。めっちゃ近い。さあ、じゃあ近いとなったら、近い、西川さんどうする。僕は左に行きます。はい、どうぞ。はい、僕使います。はい、じゃあ西川さん、あの設定画面から ゲーム内プレイヤーの名前表示ってあると思うんで、はい、それを押していいですよ。はい、はい、で周りを見渡してください。
バレてるよね。バニちゃん、はいはいはい、俺とバニちゃんとシンベ一直線や今。え、一直線？一直線。一直線ってどういうこと？まっすぐ一直線よ、縦に。あ、じゃあ俺が降りれば？俺らが降りれば、俺のとこに来る。はい、西川さん、あの消してくださいタグを。はい、消します。はい、え、西川さんどういうこと？ま、俺が、うん、バニちゃんが降りれば。俺のとこに来る。あ、西川さんの下にしんべヱさんがいるのね。そう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 。オッケー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 。わかったわかった。了解。はい。ほうほうほう。そういう動きですね。2マス繰り越しがあるんで。はいはいはい。西川さんが抜かれた時に俺と同じ階になられたらまずい。そう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 。はい、そうそうそう。そうなの。マジで左に行ったよね。しんべヱさんどうぞ。いろんなフェイクを使ってきて、最終的にはさあどこかに行きました。わかったわかったわかった。あ、わかるんだ。うん、わかる、うん、多分多分多分こうやろ。はい、バンちゃん。ほう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 、はい、おお、なるほど。はい、こっからもうどう詰めるかよね、シンベ。そうっすね、そうっすね。そうなのよね。シンベさん詰められないかなのよ。結構困ってますよね、シンベさん。困ってます。え、どう詰める。向こうにね、アルティメット残してるからね。シンベさん動きました。うん、ね、シンベさん動きましたよ。シンベ動いた。はい、動きました。動いた。はい。さあ、バニちゃん。はい。俺下下がるわ。わかりました。一旦下下がってんのかな。あ？あ？あの発見しました。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、あの、しんべヱごめん。ナイス。しんべヱさん逮捕。鬼が、しんべヱさんと西川さん。はい、逃亡者がバニちゃんでやっていきたいと思います。じゃあバニちゃんの初手からスタートお願いします。さあバニちゃん一部屋移動しました。え、全然聞こえないですねこれ今ね。え、分かった。俺動いていい？うん、うん、なんかね、左の方でね、階段登る音がした。ほう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 。俺だけ左に一応行くわ。はい、左って森曽さんから見て、森さん向いて、森さん向いて左。あ、オッケーオッケー、同じ方向に一マス行こうかな。はい、はい、はい、はい。さあパンちゃん、今の心境はどうですか？バクついてます。さあパンちゃんどうしましょう？に使います、アルティメット。お、アルティメットここで使う。2部屋移動のアルティメットを使う、はい、さあバニちゃん2部屋移動してください、はい、バニちゃん1動いたら教えて。あ、わかりました。1動きました。はい、さあそしてもう1部屋。え？え？もう真隣で落としちゃうやん。困り？はい。はさ、ウルト使いまして、2部屋移動しました、マリちゃん。もう2部屋移動した。はい。じゃ西川さんの移動ターンです。お願いします。2回目で、はしごで移動してない気がするよ、音的に。なるほど。遠くに離れたと思うよね。左、あ、視聴者から見て右にずれたと思うんですよ。はぁ、あ、はぁ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 。1個左に行きます、また。はい。はい。いや、ちょっと待って。もう壁や。壁でしたね。はい。さあしんべヱさんがどうするか、もしくはあの鬼側もウルト残ってますから。そうですね、はい、戻ります。俺戻る、はい、はい、そうね、保険で、保険、うん、とりあえず、はい、ちょっと今居場所がつかめてないんですかね、うん、そうです、全然わかんないです。はいはいはい。ん、はい、ちょっと待って、すごい近くにおるぞ。はい、はい、うん、さあ西川さんどうぞ。西川君終わったらあれ使っていいと思う。うん、俺ね、ちなみにね、次仕留めれるかもしれない、音的に。あ、ほんと？うん、では西川さんどうぞ。俺より上に行ったか、右に、いや、そんなことない、右に。ごめんごめん、俺右に行くわ。はい。あ、いないな、いないわ。なんかね、めっちゃ近いんよ、音。はい、
あ、西川くんがあれ使ってほしいです、ね。あ、ウッド使いますね。はい。使います。はい。西川さん、はい。じゃあ、ビデオのところから、ね、はい、お願いします。はい。さあ、見渡してください。お？うっ！え？ちょっと待って。しんべヱ、あのね、うん。多分ね、左側に行ったらしんべヱ会えるかも。会える？うん。森下さん見ながら左に動いたら会えるかも。オッケー。切るね。はいはい、はい、来てください。俺抜かれてるわ。俺抜かれてる。何？本当？俺抜かれてる。やっとね。これ会えんかったら終わりじゃないの？大丈夫。はいね。しんべね、左に行かんととにかく抜かれるから。はい。じゃあ行きます。はい。よしくた。よいしょ。はい。はい。じゃあバニちゃんですね、はい、はい、いないよ、あ、会えんかった、会えんかった、抜かれたわ、完全に抜かれたわ、え、青に入った、青に入った、さあバニちゃんが一部屋移動して、さあ西川さん一部屋どうぞ、詰んだなこれ、はい、さあ次しんべヱさんですね、はいはい、そしてしんべヱもう会えないのそれ、会えない、はい、さあバニちゃん、そっちの部屋に行くこともできますけど、さあバニちゃんどこに、こっち来れるよ、どこに移動しますか、さあ、いった、そして西川さん上に行きます、はいはい、しんべさん、で僕は上に行きます、あはい、そしてバニちゃん、じゃあ煽られて、さあ下に行くこともできるが、さあ屋上逃亡成功です、え、なんで抜かれたんだろう、バニちゃん屋上逃亡成功、いやバニちゃんやっぱウルト使うタイミングが、そうっすね、はい、はい、完璧だったかな、はい、マジか、いや強いっすけど、ってことはそうか、もうウルト使った時点で俺抜かれてたんだ、抜かれてた、だからそこでウルトで抜かれた時点で、そうそうそう、でしんべヱさんも多分一回離れちゃったんかな、ラインから離れちゃいました、ね、多分そのせいで、はい、もう絶対追いつけない状態に多分なったんかな、なるほどね、行けばよかったのかな、うん、僕ね、ドアそっと開けます、もういや、そっととかできるんですか、そっととかできないと思うけどはい、3回戦逃亡者西川さん、さあ、はい、スタートしてください、どうぞ、いきますよ、はい、さあそっとドアを開けると言っていた西川さん、まずはが右間があります、はい、わあ、さあバニちゃん、はいさあ西川さん、ここどうするどうしてんの、どうしてんの、わかんない西川さん、もうはいさあ、はい、はい、西川さん OK ください、次しんべヱさんどうぞハイド、ハイド、ナイス、ナイス、見つけたっていうか俺の回に来てたんだよ西川さん、周りに一か八か、しんべヱさんが気づかないんじゃないかっていうことで、うん、上がっていきましたが、しんべヱさん どうでした、上がってきた時気づきました、いや気づかなかったです、気づかなかった、全然気づかなくて、じゃあそのまま部屋決めて隣の部屋行ってたら結構もう積みかけてた積んでましたねあ、西川さん結構ナイス判断でしたね今ね西川さんね、やっぱウルトちょっと早くてきつかったっすね途中からさあ、ということでこれ、逃亡者側で勝ったのがバンちゃんだけということでしたね、やるな、うん、あうまい、はい、さすが普段逃げてるだけのことある警察から逃亡者さすが普段警察から逃げてるだけのことあると、うん、はい、うん、